ージャン遊戯王、マージャン遊戯ヒストリー。さあ、プロ雀士の方にご自身の年表を書いていただきまして、その生い立ちと生き様を教えてもらうというコーナーです。こんにちは、イピンくんです。マリチューこと長澤まりなです。よろしくお願いします。お願いします。そして今回年表を書いていただくのは丸山かなこプロです。よろしくお願いします。さあ、丸山プロにですね、1年ぶりに来ていただきました。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。やっぱり、ね、ちょっとネムリーグの期間中はね、皆さんMリーガーの皆さん忙しいので終わったら即呼ぶという本当にね。今回やっぱ丸山さんにもですね、皆さんにやっていただいてるんですが、やっぱヒストリー年表を書いていただきたいということで、丸山さん前回聞いた時にあのウィキペディアとかでちょっとだけ幼少の時のお話を聞かせていただいたり、昔の、ね、歌声なんか聞かせていただいたりしたんですけども、はい、ちょっともっとがっつり書いていただいて、がっつり、はい、はい、ね、丸山プロがここに至るまでどんなことがあったか、はい、平凡な人生でした。あ、でも途中から腹の幕開けなんですけど、分かんないけど、大体私の人生つまらないんですよ、平凡なんですよっていう人が本当に多いんですけど、書いてもらうともう2行目ぐらいから腹の人生始まるいやいやってね、いやいやいやってありますよね。なのでこれぜひちょっと丸山さんにも書いていただいてですね、はい、皆さんにしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。届きますかね。届きますかね。あ、気使って下げてそうだけど、ボードちょっと。あ、なんかだってリング2個なの。普段よりは下げてるかもしれないです。じゃあまず、はい、生まれる。生まれる。はい、ありがとうございます。かわいい。生まれました。はい、生まれました。生まれたのは旭川なんですけど、はい、北海道ですね。はい、北海道ラーメン。確かに、やっぱマリジュさんはね、ラーメン大好きですから。そうですね、ラーメンといえば旭川。少し大きく書いてくれる。すごい、なんかいっぱい書く気満々みたいな感じがちょっと完璧受ける。もう赤ちゃんの時は、はい、富良野に住んでました、北海道。あー、ラベンダーだ、ラベンダー。ラベンダーは、そうですね、旭川からすぐお引っ越しをされたという。いや、父が富良野に勤めてて、はあはあ、はい、で父も母も実家が旭川だったんで、生まれは旭川なんですけど、はいはい、ベビーの頃は富良野にいました、はい、なるほど。で、旭川に戻ってくるんですね。なるほどなるほど。結構北海道のね、富良野と旭川はちょっと行ったり来たり。そうなんですよ、はい、保育園か。あ、じゃあ本当に保育園に入る前のちょっとの間だけ富良野にいてみたいな。そうです。お母さんも仕事をするってなって、父は富良野、母は旭川みたいな感じで、私はお母さんと一緒に旭川で暮らすみたいな感じだったんですよね。富良野と北海道、旭川って結構離れてますよね。わかんないんですけど、車で1時間半ぐらいです。でも高速かっ飛ばす感じですよね。いや、高速あんまなかった気がします。なんか下道。へえ。全然年表と関係ないですけど、この旭川富良野間のドライブコースは最高です。はい、おすすめ。今回はそういうね、北海道情報も。あ、そうですね。北海道情報も。北海道満載でお送りしましょう。保育園の頃は歌が好きでよく歌ってたそうです。はい、これはね、あの前回もね、なんか聞かせていただきまして、うんうん、とても上手でしたね。綺麗な歌声でしたよね、はい、この頃とかもあんま記憶ないので、はい、じゃあ次小学校に入ります。なるほど。小学校は、私は低学年、1、2年生がサッカー、はい、あら、あの昼休みとかの話ですよ、習い事じゃないんですけど、はいはい、3、4年生がキックベースか、はい、いやー、流行った。休み時間の10分、20分でよくこれだけ遊べるなっていうぐらい遊びますよね。よく遊べますよね。5、6年生は野球って、この流れで、なるほど、ずっと外で男の子たちに混ざってスポーツしてました。はい、でも、あんまり運動神経良くないんですけど。運動神経すげえいい感じだったそう、今いい感じになっちゃったなと思って訂正していこうと思ったんですけど。よくはそんなにないけど。はい、そう、あのすごい体を動かすことが好きで、はい、結構活発な幼少期でございました、はい、私ですね、はい、あとすごく、うん、今は結構穏やかになった方だと思うんですけど、はい、かなり喧嘩をしてました。はい、特に男の子と、殴る蹴るとか暴力はしないんですけど、はいはい、口喧嘩で絶対に相手に負けない感じの、結構強めのキャラクターだったです。そうなんです。そうなんです。でもその勝ち気なキャラクターから多分今のプロ雀士でちょっと通ずるものがある気もしますしね。怪獣ですね。怪獣時代ですね。怪獣でした。で、4、5年生の時に合唱部みたいな学校でクラブみたいなのがあって、うん、そこに入って、うん、NHK の全国合唱がコンクールみたいなのがあるんですけど、うん、そういうのにチームで参戦して、うん、こう全国大会目指すぞみたいな感じで合唱をずっとここからやってます。うん、で次中学校ですね。はい、
はい、中学校は、はい、バスケ部に入りたかったんですよ、はい、運動したくて、うん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 、バスケ部がなかったので、はい、合唱部に入りました。なるほど、珍しいですね。バスケ部がなかった。男子バスケットボール部あったんですが、はい、女子バスケットボール部はなくて。なるほど。そうなんだ。チーと思いながら負けん気が出てますね。チーって思いながら、でもやっぱ歌はすごい好きだったので、はい、合唱部に入って、はい、3年間合唱をやってました。なるほど。すごい声が大きかったので、はい、1人で3人分ぐらい大声で歌ってました。ちなみにパートはソプラノ担当してました。合唱部では部長をしてて、部長みんな頑張ろうみたいな感じで部長をしてました。この辺まで勉強はできました。一人ちょっと上ぐらい勉強ができた。中の上ぐらいの、中の上ぐらい。しかし高校に入ります。市内で一番頭がいいところに入れたんです。え、すごくないですか。じゃあすごいです。すごいですよね。めっちゃすごい頭よ、はい、でも、はい、この頃から日中に凄まじい眠気に襲われる。びっくりした。悪い遊び方で単純に怠惰。この時期から授業を聞けなくなっちゃったんですよね。それまで授業を全部聞けてて、授業を聞いてればすぐ覚えられたから、そんなに家で自宅学習しなくても普通にできたみたいな感じで、何の苦もなく来てたのに。そうですね、それがね、市内で一番の高校ですよね。いきなり、もう眠くてここで魔物ですかね。魔物ですね、はい、眠気魔物。眠気魔物だ。こういう言い方はあれですけど、頭悪い感じがしますよ。襲ってきたわけです。眠気魔物。もうすぐね、眠気の呪文を唱えてくるタイプのね、魔物がね。ここから私はあんまりなんかいろんなものができなくなっちゃうんですけど。ただ聞いてください、はい、入れなかったバスケ部に高校に入りました。あ、入ったんよ。入ったんですね。高校からバスケ部やるって相当過酷だということに気づかされるんですよ。高校から始めるということは、はいはい、小学校からミニバスをやってる子、また中学校からバスケ部で始めてる子、はいはい、そこの中で荒波に揉まれなきゃいけないんですよ。あまたいる経験者の中で眠い合唱部が入ったわけですよね。なんか途中退部しようと思ったんですけど、くじけたんですけど、なんか私辞めることも苦手というか、あとはなんかこう自分に負けた気がすると思ってバスケ部3年間やるんです。やったんですけども、本当に辞めたかった、はい、衝撃の告白。私はバスケ部を辞めたかった。地元の子とか見てたら、はい、あ、そうだったんだみたいな。しかも、なんなら副部長とかやってたんです。マジ。しかも副部長ですけど、一度もスタメンで出たことないんです。3年間ずっとベンチで頑張ろうって試合に出てる後輩とか励ます係です。本当に大変でした、精神的に。高校はなんかこれぐらいしか記憶にない。青春みたいな、なんか少女漫画とかに出てくるような爽やかな経験で、ね、会いました。会いました。よかったよかったですけど、なんか1年生の時ぐらいに別れて、そっからいなくて、キラキラしてた感じはなるほどなるほど、なかったです。気づいたら眠気とともに去っていったんですね。ここまでが北海道ですね。はい、北海道、北海道編ですか。はい、この後北海道から上京されてということですよね。やっぱこれ非常に面白いので、これやっぱ前後編に分けましょう。ですね。自らが怪獣となっていた小学校からですね。はい、魔物に襲われる高校生活まで波乱万丈でございました。次回後半、北海道を出た丸山プロがどうなっていったかというのを聞きたいと思います。はい、ということで本日は丸山プロありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この動画が面白かった。あとは旭川から富良野までドライブしたいと思った方、ぜひチャンネル登録、そして高評価お願いいたします。ということで今日はここまで。またねー。